はい、おはようございます。今日の名言はですね、信号待ち YouTuber タムです。どうもよろしくお願いします。今日の名言はですね、素晴らしい計画が不要だ、計画は 5%、 実行は 95% バイカルロス・ゴーンということでですね、タイムリーな話題ですけど、カルロス・ゴーンさん、レバノンにフライアウェイされましたけども、最高に面白いですよね。めちゃ面白くないですか。飛んでっちゃったよみたいなね。多分彼はですね、計画 5% だったんですよ。実行 95% なんですよ。レバノン飛んじゃったもん勝ちみたいなね感じなんで、でも最高だなっていうね、感想です。はい、ということでですね、信号待ち YouTube もですね、とにかく編集雑ね、話してる人も下手、まあいいんですよこれで、とにかくやったもん勝ちということで、これからも続けていきたいと思います。チャンネル登録よろしくねー。やばあれ、じゃあ計画 5% しかしてないのか。いや、してない多分実行の 95% のウェイトを占めてるよね。意味がなんかあんじゃないみたいな、まあ、そうなのかもしれないですよね。だって5015億円を15億円をいらねえとか言って逃げちゃうでしょ。どんだけだよみたいな